安倍晋三君が当選者と決定いたしました。改革の炎をしっかりと受け継ぎ、松明をしっかりと受け継いでいくことを宣言する次第でございます。今日行われた国会議員の投票と地方票を合わせた結果は、703票のうち安倍氏が464票、谷垣財務大臣が102票、麻生外務大臣が136票、安倍氏が全体の 66% の得票で、2位の麻生氏に大差をつけて新総裁に選出されましたが、国会議員票では目標だった7割には届かず、麻生氏と谷垣氏が健闘しました。一方、地方票では安倍氏が42の都道府県でトップで、全国の党員票の6割を獲得しました。2位の麻生氏は地元の福岡で8割以上の圧倒的な得票だったほか、佐賀、大分でもトップでした。3位の谷垣氏も地元の京都と、かつて仕えた加藤元幹事長の地元の山形では、いずれも6割以上の得票でトップを取りました。